本当におめでとうございます。ありがとうございます。さあ、これでチームは4連勝です。今日の勝因、教えてください。はい、あの先ほど柴田選手も言いましたけれども、前回負けた時とほぼ同じような組み合わせになったので、みんながリベンジしようという強い気持ちで挑戦できたのが勝因だと思います。はい、ありがとうございます。 さ、今日の勝利で勝ち点を35に伸ばしました。レギュラーシーズン、残りはご試合となりますが、プレーオフへ向けての思いをお願いします。はい、あの、まだまだ本当に途中っていうことで、あの先のことは考えず、一戦一戦戦っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。では、最後に会場にお越しの皆さん、そして配信をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。 はい、今日も応援、本当にありがとうございました、あの見ていただいた方の中にマレッズのファンをもっともっと増えていただけるようなゲームをこれからもしていきたいと思いますので、今後とも応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。